なんかお話し会で結構アカリングトレーナーとか猫マニアとか、来てくれてる。じゃあ猫トレーナー、猫ロンティー来てくれてる人いたんだけど、いっぱいなんかみんな暑い言ってて、いえ私結構今日長袖で結構分厚めの服着てたけど、普通に寒かったよ。なんならブランケット借りたよって思いながら、そんなに寒い、そんなに暑いのと思ったんだけど、地域によるだろうけど、みんな暑い言ってましたね。私的にはロンティーとパーカーじゃまだ寒いでしょうと思ったけど、寒かったよね。あ、そう話か、ありがとう。こちらこそ。こんなに暑かったの？東京らへんは暑かったんですかね。レンコン。こっちは寒かったけどね。寒暖差激しいんで皆さん気をつけてくださいませ。パンダ見てきた、いいね。27度、ひぃ。リズリサお姉さん、やっほ。リズリサなんて中小学生ぶりはちょっと思ったけど、中2ぐらいの時に来てた。違う、中2ぐらいの時はリズリサが来たかったけど、リズリサって意外となんか8000円とかするから、服が高くて買ってもらえなかったから、リズリサを着てる友達に憧れてたのね。そう。そんな感じですけども、まあ年相応にならなきゃな。そう、ありがとうございます。まあアイドルになってよかったと思うことってまあ多々ありますけど、いろんな方向でやっぱこういうふうにちょっとぶっ飛んだ格好できるのもなかなかいいとこですかね。あ、話し会会場なんて変な格好の人しかいないからさ、メンバー服装するとして話したいこと話した。ああ、もう全然いいですよ。はい、してでしょ。昨日発表ありましたか、寝れましたか。寝れたね、昨日は寝れた。ゆずりさ、小学生の時に憧れるのが、小学生の時もリズリサ憧れてたな、ちょっとリズリサとか、メソピアノはもう小学校中学年で終わってるか、メゾピアノとかの、とメゾピアノとか、なんだエンジェルブルーとかは中学校とかで終わって、ツインテール最高、イエーイ。ピンクラテ私通ってないんだよな。リズリサに小学校高学年から中1中2ぐらいまで憧れてて、ピンクラテ通ってないな。
でも中学校の3年生とかはイングとか着てたね。安いじゃんイングで、ちょっと大人っぽい格好もしたいからイングとか着てて懐かしい。だからイングとか見るとうわ中学生の時着てたなみたいな。組曲とかは高すぎて今も買えない。着たいけど。うわハニーズ、ハニーズも中高生の時だね。高校生、でも高校生の時は逆にあんま私服着なかったかも。高校生の時はもう制服がでずっと暮らしてた。土日とか何着てたんだろう。でも塾しか行ってなかったからな。塾があるか部活があるかだったから、おしゃれすることもなく、何着てたんだろう。でも普通に、アースとかじゃない？アースとか、アースミュージックアンドエコロジーとか、ナイスクラップとかじゃない？高校生の時。ナイスクラップとか着てたね。懐かしい。こんな感じで。で、STU に入ったばっかの頃は、ハニーシナモンとかアンクルージュとか着てたの。まあ、こういうのに近いね。これよりもちょっと大人っぽいかもしれないけど。ハニーシナモン、アンクルージュとか ANK とか、ああいうのに憧れてたんよ。多分そのリズリソーを着れなかった頃のこうフラストレーションがそこまでいっちゃって、そのアンクルージュ系を目指してたの。そう、 STU 入った10代の頃、18、19ぐらいの頃かな。でも19、20になるぐらいの頃に、あ、アンクルージュが似合わなくなってきたってなって、そう、これはみんなが褒めてくれるから成立してるように見えてるだけで、私多分成立してないって気づいてしまって、でもうあんま着なくなっちゃって、まあ、ワループ行きます、イエーイ、待ってます。で、なんだろう、スワンキスを通ったけど高くてちょっと買えなくなってやめて、シークレットハニーとかも通るけど丈感とかが若干合わず、ティティヤンの方に行くのよ。でティティヤンの方に行くけど、ティティヤンの方めっちゃ今でも好きなんだけど、スカートの丈が短すぎて自分の身長で着るとツンツルテンに見えてしまって、あんま着なくなっちゃって、今結局何に落ち着いてるんだろう。トランテアンとか、なんだろう、なんかそういうパルコに入ってる系のブランドに、あとなんだかんだマジェスティックレゴンは18ぐらいの時からずっと着てるね。安いから安定の。とりあえずお話し会の1週間ぐらい前になって、握手会とか、やべ待って、来週お話し会、握手会できる服ねえわってなったら、アンクルージュに行ってメンバーと服が被るっていう、STU 初期の STU メンバーはマジェスティック広島パルコのマジョスティックレゴンかローリーズファームで買ってたから、みんなお金がないから結構ワンピースとか被ってた。懐かしい。ちんぷんかんぷんですよね、皆さん。そう、こんな感じ。今は大人になったけど、たまにこう中学生帰りするって感じですね もろ、まあ、テンションも上がるわけですわ。あ、ダズリンね。ダズリン被りがち。ダズリンも着やすいね。無難に。ミルクフェドはあんま着ないな。私、カジュアル系にそんなに興味がないから。カジュアルな格好ってさ、ミルクフェド可愛いと思うけど、カジュアルな格好って別におばちゃんになってもできるかなって思うから、割とフリフリみたいな。フリフリっていうか、女子アナみたいな格好が好き 女子アナになりたい。ディオール、シャネル、エルメスとか似合いそう。いや、買えないし、買えたとしても多分服以外が釣り合わない
スナイデルもね好きだけど高いから買えない。高い高い。リリーブラウンとかならまだギリ買えたりするけど、あのうさぎオンラインにある服を買っとけば間違いないから困ったらうさぎオンラインに頼るっていう。そう、こんな感じです、洋服事情。まあみんな褒めてくれるから何でもいいや。そうっていうか、なんかどこのブランドは着ないとかじゃなくて、全然着ないブランドでも気に入った服があったらその服買うし、好きなブランドでも着ない服はあるしみたいな。だから結局何でも何でもし、うん、そう、あとプレゼントでお洋服とかさ送ってくれる人もいるから、なんかそういうのは一通り絶対着るし、結構お気に入りになるやつとかも多いから、まあ自分で買ったのと組み合わせながらね、いろいろ着たり着させてもらったりしてますかな。もうメンバーもみんなおしゃれだからすごい勉強になるし楽しい。お洋服着るの、服好きだからいろんな系統にチャレンジしてるよ。いろんな系統の私を堪能してください。明日はどんな服にしようかしら、全然決めてないんだよね。ミルクフェドはでもメンバーめっちゃ着てるね。あのレッスン着にしてる、ミルクフェドの T シャツとかトレーナーとかレッスン着にしてるね。みんなあのミルクフェドとステューシーレッスン着になりがちみんな着てる、おしゃれだなレッスン着って思いながらにいてるほどいた君を見たよ、青い月の明かり浮かび上がる美しだし。お話し会ありがとうございました。楽しかったです。ストリート系も着たいね。かっこいい服も結構好きだからまた着よう。楽しかった、いろんな話した。やっぱ1ヶ月空いたから、まあ、言うて1ヶ月か。でもそう楽しかったです。まあ、PR 舞台の話とかを中心に、 PR のねみんなおめでとうって言ってくれて6位、すごい。私もあこれ PR 舞台入ったかもみたいな気持ちに一瞬なるんですけど、あやばい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 、全然全然。今日は終日の服装でしたか、今日は後半戦ツーショットの1個前からこの服装でした。なんかそんな気になるからお互い、ちょっとあんまり言うのやめようとか思って
押し増し試験できた。ありがとう。そうだよね。押し増し試験変えるのって結構手間かかってたよね。ありがとう、皆さん。いや、マジで、みんなちょっと、たか、お祝いムードみたいになってたけど、今日。全然、お祝いムードじゃないから。マジで、油断やめよう。本当に怖い。なんかもう今日は、なんかすごい、もうマジで怖いっていう話をしてました。はい。あえておめでとうって言葉使ってないんだろうなって人もいっぱいいたし。何より、なんか、もう他の、ファンの人、他の、メンバーのファンの人とかも多分もう最後にガンって入れるに決まってんのよ。もうそういうのは。もう大体そういうのは決まってるんですよ。もうそうに決まってるじゃん。だから本当に怖いなっていうマジで。油断したところが負けるし、なんか本当に一枚一枚の積み重ねだから、マジで本当にもう祈りの気持ちって感じです。ああ。頑張っていきましょう。ショールームイベントのラスト5分みたいな、そう、こんな感じ。ちょうど下からターゲットされちゃう位置。確かに。だって2人に抜かれたら8位だよ。みたいなことを考えながらお話をしていました。けどひとまずね、ありがとうという感じで。初回版買い足したよ。ありがとう。あ、ペイペイモール見とこう。明日、ソフバンユーザーの人とか、バイモバのユーザーの人特に、それじゃない、バイモバとかソフバンユーザーじゃなくてもだけど、明日はペイペイモール日曜日だから還元高いから。しかもクーポンとか出るからね。花は誰のもの？初回。おお。ほら、めっちゃ安い。PayPay モール、花は誰のもの、初回限定版。1万円以上で送料無料で、1枚1386円。で、還元が明日はちょっと高いから、でも劇場版、なんか手数料とか含めたら劇場版と変わんない値段で多分買える。から私はちょっとこれは明日買おうかなと思ってます。ペイペイやってないけど全然大丈夫。やってなくても。そんな感じで、コツコツやっておる。ふう。ポイ活は好き。ポイ活好きだね。ポイントカードは持ち歩かないけど、どこのサイト？ペイペイモールです。アプリ。怪しくないですよ。おしまし手続きできてなくていけなかったです。全然、あのね、気にしないで。次来て。だから、おしましのやつ難しいよね。私一回やってないからわかんないんだけど、押し増しの手続き、どうやってやるんですか？まず。新しいクレカにしたら半年ポイントが15%還元になった。めっちゃいいじゃん。勝ちじゃん。昨日のもつ鍋食べようかな。まずなんだ、ミートパスを入れればいいのか。
まずどのサイトに行けばいいのかわからない。ミートパス？ミートパスに行って STU48 8スシングル花は誰のもの劇場版アスバイ記念オンライン個別お話し会を押す。4月24、送信メールアドレスを送信。お持ちの参加券はありません。ん？どうすればいいの？振り替え状態になってるのを押しまし券に変える必要がある。ほ、それはどうやって？キャラに？キャラにですか？右下の3本線を押して。はい。お、押しました。あ、振り返り手続きを行う。あったー！お持ちの対象の参加券があります。振り返りイベントに参加希望する場合は確認するから。おお、これか。確認する。押しました参加券あるよ。これどうしたらいい？この券を振り返る。あ、日にち選ぶんだ。え、明日誰かのとこ行く？自分とこに振り返っといて。1枚だけ自分に振り返ってもいい。別にそんな私のとこ押し増しいっぱいでできませんでした。もう福田ちゃんには押し増しできませんとかなってないよね。大丈夫だよね。1枚ぐらいやってもいい？枠埋まったりしないよね。それで全てのメンバーにはできない。待って、これをちょっと画面録画しながらやろうかな。よし、画面録画します。確認する。この件を振り返る。日曜日。え、これ一気に5枚とか使われちゃうの？え？ 7 時半から8時半の間だけ？わかんないわかんない。え、難しい。え、待って待って、わからん。4月24日。え、振り返り先の部分選んでください。7時半から8時半の間だけ？後で分割できるの？押し増し参加券。え、何この7時半から8時半って。むずい。一回画面録画オフ。切る。わからん。仮の時間なの？え、待って待って。むずい。よし。もう一回チャレンジ。もう一回チャレンジ。間違えた。あ、難しい。あ、待って、心が折れそう。みんな心折れないで。折れそう、私は。
だってミートパスに録画するなって言われた。この件を振り返る。明日にしよう。押しまし参加権。振り返り内容が決定。あ、決定されたよ。これで。スケジュールを見る。うんうん。はい、決定された。時間決める別の手続きがいる。はい、ホームに戻ります。日程を見る。一回切って。あ、ミートパスに録画すんなって言われた。押しまし参加券。うん、変更。分割。何組に分けますか。5組に分けてみるか。確認する。え、待って、5組に分けないで。誰かのとこ行こう。誰のとこ行こうかな。いや、でも言ったらみんながそこの子行っちゃうからな。さっき福ちゃん来たとか言って、それで1枚そっちに行っちゃったら嫌だから、うーん、内緒にしておきまーす。いや、てかもう5枚全部自分に使おう。確認する。決定する。これを、これどうやって誰のとこに行くか決めるの。押し増し。これを福田あかりちゃんの空いてる時間はどれ。2時間目とか。あ、3時間目とか暇だったな今日。あ、おお、3時間目、福田あかり決定する。え、すごいすごい。3時間目福田あかりに決定するよ。押しましが実行されたんだけど。すごいよ。押しましが実行された。自分に嘘。え、福田あかりちゃん、なるほどね。この押しましを押すんだ。面白い。面白い。分割。これ分割できるんだ。え、面白い。ちょっと後でゆっくり考えよう。あ、ずっと画面録画してた。え、面白い。できた。できたよ、みんな。大丈夫。
できた、福田あかりちゃんにおしましできた1枚。お話し会の混むタイミング、あのね、後半の分に1時間目とか2時間目とか3時間目とかよりはその 5,6,7,8 分時間目が混む。あとその1分の中でも最初の方はあんま混んでない。その受付時間終了直前にめっちゃみんな来るから待ち時間が長くなるよ。中盤から後半先に来といた方が待ち時間短い。8分混んでる。感じ。だから始まったばっかの時に来た方がいいと思う。どの部でも1時間目がおすすめ。いや別に何時間目でも、8時間目はちょっとおすすめできないけど人が多いから。まあいつでも待ってるよ。とりあえずおしまし、あの手順通りにやっていけば大丈夫です。怖くないよ。いけたいけた。この人おしましってわかるの？わからんわからん。おしましで来ようか、怖くで来ようか、一緒です。こっちから見たら。でも今日の8時間目とかはおしまし負荷だから、あ、これ買ってくれてる人はみんな私の怖く取ってくれてんだって思いながら握手会してた今日。おしましなしの分に来てたら、あ、この人私の券買ってるんだねって思います。あ、そうだ、今日もうさタイツしんどいからジャージになっていい。でもみんながちょっとタイツ見たいかなと思ってタイツ履いてたんだよ。まだ偉いでしょ。全然映んないね。感じ。今日は白タイツ、おきちゃんに後ろ姿がめっちゃサブカル女子です。何サブカル女子？こんな感じです。えい！ちゃんとズボン履いてますから。今日はこんな服装でした。イエイ。でも白だから分かんない、あんまり。ロリータの時にさ買ったんだけどこの白タイツをめっちゃ使える。こんな感じです。オッケー？脱いでいい？もう。あ、脱いでいいって、ズボン持ってこないで脱いだらおパンツになっちゃう。やばいやばい、部屋がめっちゃ見える。すごい格好だな、ほんと今日これ。中学生でも許されない。なんかこのねビッグカラーが似合わないのかな。襟が問題だね。こんな感じです。じゃジャージマン。
ジャージの全身を見せて、こんな感じです、こんな感じ、えい、これはこれのおしゃれ、ほんと？よいしょ、はい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 、昨日のもつ鍋を温め直してます。いえいえ、君の胸にキスをしたら君はどんな声出すだろう、やばい嘘な鳥、水色の水色とかしてよ、君を乗せた宇宙船が、よいしょ、夕暮れの彼方に消えて、夢で会えたら君の笑顔にときめいて、コスプレ、夜の波を越えてゆくよ、いただきます。昨日の残りですけど。真ん中バーズめっちゃ可愛い。ありがとう。インスタの写真良かった。あ、嬉しい。2週間ぶりにインスタ更新した、うん、もつ鍋の2日目のいいところはキャベツがクタクタなのよ、最高でしょ、
もらんぜ。まあ、持つ。めっちゃ味する余裕がある心にないわ、ないけどある、昨日よりは。うまいけど熱い。うまい。食べて幸せにするね、人を。ああ、なんか3日ぐらい休みたいな。3日ぐらい休んで家でずっと鍋してたい。この風貌でもつ鍋、2日目のもつ鍋食べてんのよくない？なんか白ご飯はいらないかな、多分ラーメン入ってるから。キムチ鍋して3日間、泣きそうになりながら3日間みつ鍋もつ鍋じゃキムチ鍋し楽屋前半分も行きたかった。まあ私は急に着替えたりするんで全部くるのがいいんじゃないでしょうか。最高。あ、やばい、食道が痛い、熱い。
えばいいのか。こんばんは。うん、うまい。やばい、うまい、最高か。これはちょっと丼に全部入れよう。汁を捨てよう。よい。よし、うん、お昼の弁当、いやヘルシーすぎた。ごちそうさまでいただきます。だから今日はずっとお昼ジップスターを食べてた。あと味覚糖、ウーハ味覚糖さんとなんか仕事してる子がいて、その関係で事務所に置いてあったなんかチョコの飴がめっちゃ美味しくて、わあ、なんて飴だったっけな、めっちゃ美味しかったからちょっと今度買ってこよう。めっちゃ美味しい飴見つけたから今度教えてあげる。ユーハか、ユーハ味覚糖のめっちゃ甘い飴あった。なんかキャラメルで外が中にチョコ入ってんの、すごくない？あれよかったな。あ、知ってる、みんなあれ美味しかった。今日あれポケットにいっぱい詰め込んでお話し会中に食べてた。なんか塩チョコレート飴みたいな。福ちゃんのオーダースーツ借りた、ゆめりん。あ、そうそう、明日今日ゆみりんが着てた服可愛かったな。あ、塩の花、それそれそれ。 YouTube にあるの？どういうこと？赤リンゴ塩麹、そうそう、塩の花だ、それだ。天才。あれめっちゃうまかった。甘いの好きな人絶対好き。おすすめです。名古屋にいないよ、広島。どういうこと、名古屋、あ、滋賀県。
塩の花っていうのね、顔めっちゃうまかった。確かありがとう。甘甘党です、絶対好きだと思う。ごちそうさま、美味しかった、幸せ感じた。お腹グーグーなってる。あ、お腹すきますよね、人のご飯食べてるの見れたら。やばい、めっちゃニラ引っかかる。お兄さんお姉さん、お腹いっぱいだけど炭水化物食べたい時の対処法を教えてください。どうしたらいい。お腹いっぱいなんですけど、焼きおにぎりチンしよう。これ美味しいですよね。1分40秒。こういう小腹が空いた時に焼きおにぎりこれすぐ食べちゃうからすぐなくなる。これに焼き、あの焼きおにぎりを年間何個た年間いや一生で何個食べてるんだろう。親が握ったおに焼きおにぎりより食べてる気がする。容器に立ててチンするやつね。てか昨日インスタストーリーにてかまだ残ってるかもしれないけど、あれに出ますみたいなの送ったやつ
バズリズムに日付間違えてた。29日か、来週の金曜は。それできる。見てるからな。わあ、来たこれ食べたら、あお、これ食べたら歯磨いて皿洗う。 PR 舞台、まあ、投票するね。ありがとう、よろしくお願いします。まだ暑いからちょっと湯気見える？ほら服が黒いから今のうちにストーリーを上げ直そう。あ、バズリズムもオフショットあるかな。こんなに早くバズリズムが情報解禁されると思ったからまだ写真整理してないんだよな。しかもあのバズリズムの集合写真撮った15分後にはもう登山の服に着替えてたからね。なんかいい感じの写真いっぱいあるけど、どうしよう。めっちゃ忙しかったこの日。どれ使おう。待って、当日の告知、前日の告知と当日の告知に残しておくツイート、あと放送後のありがとうございましたの写真も残しておかなきゃいけないからって考えたら、あんま写真がないからやっぱ昨日の集合写真を流用するか。これにするか。これも背景ぼかすのめんどくさいな。いろんなこと考えてんだ。でこうやってね、でも今この写真使ったら当日に出す写真なくなるわって思うってさ、大事に大事にこうこれ、ね、もったいぶるじゃん。そうするとね、結局使わずに終わるのよ、一番お気に入りの写真を。埋もれちゃって、そういうことが起きるわけです。そう、使いどころもったいぶりすぎてもいけない。なんかやっぱ痩せたんだけど、これ顔がなんかこけてる気がする。いや絶対この後山登るわとか思ってるから顔がこけてるんだ。絶対そうだよね。今回の衣装はみんな一緒なんですけど、イヤリングだけ若干
ランダムで投入されております。日付確認、はい、打つよ。4月29日金曜、金祝、まあ金曜、20何時だ、5時14分から。26時14分、アズリズム2、アズリズム02、出演しますでいいか。花は誰のもの。オッケー。日付。昨日。日付間違えてたので、サイト号何気に初めてオフショットを出します。シェア、インスタストーリーでちょっと全身映るように広角レンズで撮った内撮りを載せてきました。ぜひご覧くださいませ。今感動してる。なんか母の味すぎて。ギュルバト忘れてた。うお、あとこれぐらいで負けるとこだった。焼きおにぎり純杯。マカカーヘマー、アポママホン。
放送地域、日に放送日地域により違いがある。あ、そうなんだ。誰もいないな。ジネちゃんのやつすごかった。買わなきゃ。衣装のポイント、なんだろう。こっちは半袖だけど、こっちはひらひらがついてるとこかな。1回勝てば400万ジム。おお、十頭身に見える。蹴る。今日リコチが私のとこに来て12345678910数えて去っていった。頭身を数えて木野さん来た。あ、負けた。あー、久しぶりの滝野さん。ダメだ、もう負ける。でもこの人倒せないもん。我が滝の由美子をもってしても勝てぬというのか。あとなんかストーリー載せなきゃいけないことあった気がするんだけどな。あ、うどんのせよ。うど、うど、食べ物の名前。何がある？食べ物の名前って調べよう。食べ物の食べ物の名前。うどなこった。え、パンナコッタ使ってたっけ？最近ね、使ってたりするんだよね。え、パンナコッタあった？今まで。乗せちゃった、もう。
なさそう。え、ある？嘘。確認。意外とないぞ。ある？え？今見たけどなかったけどな。海岸カナにカップうどんです。頑張ろう。でも確かにパンナコッタなんて使いやすいのは使ってそうではある。あ、使ってる、使ってた。やばいやばい、これ誰かに既読つけられる前に削除。使ってた、使ってました。うど、エリア使ってる？ウドリア、いや、ウドでもドリア使ってるからな。ウドモコ丼使ってそう。ウド、ウドミンティー、ジャスミンティー、ウドミンティー、ウドミンティーでいいでしょう。ドミンティ微妙。フェンネル、うどんネル、フェンネルってなんだ。フェンネル、ハーブか、微妙だな。フランス料理、名前、はい、キッシュ、ウッシュ、ポトフ、パテ、ガレット、ラクレット、カスレ、ウドレーヌ絶対使ってる。フレンチの長い名前にもうひるまない。あ、アヒージョ、ウドージョ絶対使ってるな。ポークソテー、このさ、ポークソテーとか、なんだろう、いちごタルトみたいな、そんな感じで、この2個の単語で成り立ってるやつじゃなくて、マリトッツォみたいに、1個の単語で成り立ってるやつがいいんだよね。ロールキャベツとかだとさ、うどんキャベツだともうロールキャベツじゃなくていいじゃん。
ヨーグルトサラダ。あ、うどんセーキ、ミルクセーキ、うどんセーキ、うどんセーキでいいな、今日は。うどん、いやでも見る、いやでもうどんって言っちゃってるからな、これ。うどババロアは、うどろは使ってる、使ってなさそうじゃね、うどろは。適当にやりますねって言わないで、ないから。もう一回確認しよう。ない。ないぞ。ないし。イエーイ。なかったんだから。歯磨こうかな。あ、ビルバト忘れてた。もう終わってるな。まあ負けたでしょう。負けてる。なんか星11のやつ出たぞ。イエイ。ポニーテールをほどいた。天神アイギス、アイギスが出た。アイギスはこれは何キャラなの。先方剤、これが出た。アイギス、ドライドマスターいない？はあ、はあ、金色の昇竜ガチャの。にある本体でいいの？アイギスすごい。おお。え、今ねドラエグのねデッキがでも結構豪華になってて、アイギス入れなきゃいけないんだ。今本体がね、あ、すごい読み込み中。メサイヤ、ルミナス、なん、破神総流、総統流、ラグナノバ、リーデル、キルル
&ルミナスです。ラグナ&オーローバーいらない気がするな。ルミナスと交代？交代？ルミナスかラグナノバと交代するね。じゃあラグナノバも星10なの。で別動隊にいるキルルが邪魔なんだけど、キルルは別動隊に入れとかなきゃいけないの。これはカムラ抜けばいい。冷ややかな目で見つめられたかって。今日ちょっとメイクを地雷っぽくしてるから、ちょっと三白眼っぽくしてるからかも。こういう目にしてるの、だからちょっとそういう風に見えるかも。キルルいらないんだ、もう固くなり言えてたな。綺麗です。やばい、眠たい。ちょっと皿洗おう。別人のようだけど、どういう君だって。目が離せない。ダメだ、よいしょ。思いがけずさあほど、お、引っかかる。ちょいの道で、ちょっ、さらなおう。
歯磨こう。洗うぞ。彼女といるみたい。泣かないで。ちょっとお湯で洗おう。ギトギトになっちゃう。海面活性剤ファイト。明かりは配信してていいよ。いける。なんか喋ってよ。ゆっくり洗うよ。画角じわる？なんか最近携帯がめっちゃ落ちるんだよね、斜めにしてると。だから変な画角になってる。
だから1週間ぐらいライブないのつらいな。で公演とかやりたい。ピカリングとオニオンリング以外のリングってあるんかな。まあ私と君の婚約リングと結婚リングぐらいじゃない、あるのは。あとそれ以外は思いつかないかも。コメントの時差つら。ロード・オブ・ザ・リング、プロレスのリング。そこで行ったことあるよ。そう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 、赤いビル。見た、その記事、猫が同居猫の名前わかるみたいな。ちゃんとした同居してる猫の名前は知り合いとして認識してるらしいね。めっちゃ可愛くね。だってゴロミちゃんがニャンスケさんのこと、こいつニャンスケさんだなって思ってるってことでしょ。ラジもね、たまらんな。マジ萌えじゃないですか。マジで可愛い。くちゃお話しかせられないよ。イカは切ったらそのままリング。確かにイカもそのためにリングになってるわけじゃないから、イカとしてはちょっと不本意だと思うけど。スケちゃん、私のことアカリンで認識してるってことか。かわいいな。
心が折れそう。家事代わりにしてあげたい？え、代わりにやって。俺にうどんを盛るから。いいよ、何言うどんでも。住み込みで雇ってください。やだ、人と住みたくない。隣の部屋借りてあげる。赤さだね。てか洗い物してくれるっていうか、チンジャオロース作りたいときにピーマンを千切りに、千切り短冊切りにしてくれる人を雇いたい。需要あるのかわかんないけど、その仕事に。少なくとも私はそういう人を欲してる。フードプロセッサー買ったんだけど、一回捨てちゃった。使いこなせなくて。この前さこちゃんがさ、マイハとさ、チンジャオロースの漢字をさこちゃんがマイハにこれなんて読むかわかりますかってやってて、マイハわかんなくって、で福ちゃん何かわかるって言われて、私はもうチンジャオロースって言ったの。めっちゃ褒められたけど、私にとってチンジャオロースなんてもうさ、科学の先生に科学の問題聞くみたいな、数学の先生に数学の問題出すみたいなもんじゃない。得意分野すぎるじゃん。これはもう来たと思ったね。あかりん、ゆみりんどうしたの？本物これ。インスタ投稿したの褒めて、褒めたしいいねしたんだけど、さっきゆみこの今日の服マジ可愛い。買った。似合ってる。フリフリのね、服も似合うけど、しかもゆりこ私にいいねしてくれてたでしょ、ありがとう。フリフリの服も似合うけど、やっぱ今日みたいな服も似合うし、ちゃんとタグ付けもしてて偉いし、よりと引きを乗せてて偉い。マジで可愛かった。写真も綺麗だったし、繊細でした。さっきのゆみこのインスタグラム、マジ価値しかねえなって感じでした。えらい。しかも今日着た服を今日載せるなんて、え、天才ですか？え、天才ですか？もしかして天才の方ですか？もしかして今日着た服今日載せましたか？
天才かも。もう帰ったのね。早いな。はいや、満足すんの。はいや、もういないの。嘘でしょ。自由やな。褒められたっていう事実だけ得て帰ってきた。いや私ね、今日インスタ、なんかユミコが、なんか私が、なんかね、帰ってすぐショールームしたいのよ。だから、なるべく、お話し会の合間時間とかに、その SNS 系は終わらせておきたいのよ。帰って、携帯触り出すの、なんかダラダラしちゃうから。だから、なるべくインスタは早めに載せとこうと思って、なんか最近、お話し会の時は、インスタお昼ぐらいに載せるんだけど、夕方とか。そしたら、さきのが一回めっちゃ感動してくれて、インスタで見ましたって言われて、どういうことと思ったら、今日来てたやつ大体お話し会の後載せるのって帰りのバスの中なのに、今日の服をもう載せてるなんて、もうマイナスです、その時間的にもうすごいみたいな、もう感動です、感動しましたみたいな言われて、そっから褒め合ってるお互いを、インスタ載せるたびに、ユミコに人生に疲れたらここへ行けって言われました。来ました。あの、人のいいところ探して褒めるの得意です。時間的にマイナスってこと、なんか、わからん、よくそのマイナス理論はよくわからんかったけど、とりあえず褒めてはくれとったんや。お互いのモチベを高めていってるわけでございます。みんなもあの褒めてほしいとき、今日出勤したの本当に偉いねって言うんで、いつでも言ってください。出勤なんてね、なかなかできるもんじゃないよって言いますんで、いつでも言ってください。すごい、ゲームなんて私集中力持たなくてね、マリオでいうともう一面の第二ステージぐらいで飽きてるんですよ、毎回毎回。ゲーム一日できる人集中力すごいと思う。今日電車で爆睡したのに降りる前の駅で起きた。それはほんまにすごいし、あの言い方めっちゃ悪いけど、もう日本人的すぎる。悪いのかな、わかんないけど、お話し会で褒めてくれたのでいいよ。LINE に関して褒めてほしいから言って、昼前に起きれた、すごい。だいたい昼なんて寝るためにあるのに、その前に起きたの、すごいね、天才じゃん。今日世界は君のためになった。買い出し行ったらすごい、私買い出し1週間以上行けてないよ。今日お話し会やること思い出した。わかるよ、それ忘れるよね。福ちゃんの配信見ました、もう天才。明日の朝カレーパンです。マジ世界平和じゃん、そんなの世界平和じゃん。おめでたい。副団体の仕事を褒めて、もう本当にあの石碑とか建てます。あとお金、将来あのお金持ちになったら石碑建てます、全員分の。こんばんは。ワクチンに耐えた、えら
えらもう本当に絶対もう病原菌に打ち勝てるねこれ。どこに立てるよ、それ私の月の土地よ。やばい、これ明日お話し会で褒めてほしい人続出しそうやな。明日推しメイドのお給仕行ってきます。えら、推しメイドのスケジュール調べてちゃんとそれに合わせて自分の休みを活用してるの。えらえら、アイドルのスケジュール確認するのもめちゃくちゃ面倒いはずなのに。よし、そんなこと言ってる間にサラダ終わりました。えらーい、えらいなー、えらいでしょ。完璧や、完璧や、今日も。明日すき焼きしよっかな。よいしょ。届きました。届いたっていうかもらいました。みんなもそろそろ届くのかな。何でしょう。じゃんじゃん、パカ頑張った、ありがとう。じゃーん、うぅ、でかい、相変わらず。おぉ、涙袋どこ行ったんやろか。おぉ、このでかい、やっぱでかいね、めちゃくちゃすごいな、ツヤツヤだし。はい、今回も綺麗なプリントでございます。皆さんもなんかもうすぐ、あ、もうすぐ届くんじゃないかなっていうか、ダメだ、待って、私これ届けるよね、みんなに届けるために。そうだ、待って、これ明日までにこれを書かなきゃいけないんだよ。明日までにこの写真パネルにつけるこのカードを書かないと発送できないから書こうと思って持って帰ってきたんだ。メッセージ、サイン、名前、はい、そうだそうだ、みんな届くよとかじゃなくて、私がこれを書かないと届かないんだよ。やばいやばい、1枚も書いてないまだ。で、今日もらったんだよ。今日もらって、明日までって言われて、いや明日お話し会なんですけどってなって、それでも明日までって言われて、無理って、なんかみんなショールーム中に書いてるって言ってて、メンバーが、あ、そうなのと思って、そんな斬新な考え、でもみんなショールーム中に書いてるよみたいな言ってて、今日メンバーが。ちょっと真似してみます。で、これもこれ全部夜中までかけて書いて、明日忘れていくのが私の人生なんですよ。いろんなバージョンあり、そうだね、なんか、まあ、全部違うって、うん、でも全部直筆だから全部違うと違うけど、もうコメントは何パターンか書きますね。とりあえずサインと名前を。楽しみにしててね、パネル飾ってください。
まあ、大事に家に置いとくでもあり。内職っていうのこういうの。このペンのキュッキュの音ちょっとあんま好きじゃない素材だな。もしこの世界から公共が消えたら、直筆なんか、え、そうなの、このさパネルについてるメッセージカードさ、たまに直筆じゃないと思われててさ、お話し会でさ、直筆だからね大事にしてねみたいなことを軽いノリで言ったら、え、直筆なのこれって、一枚一枚書いてるのって言われて、そうだよってなってる。それが苦手なアイドル大変やね。そうだね、私結構こういうなんか書き物みたいなの好きだから、結構楽しんでなんかウキウキ書いてたら割と終わっちゃうタイプなんだけどね、こういうの苦手なタイプの子はやっぱ大変だ。花は誰のものグッズも販売してますね。あ、だね、今日からなんかコピーと思ってる人いる、いる、よくいる。コピーだったらもっとなんか、なんだろう、もっとなんかすごいデコデコデコレーションみたいな感じで書くわって感じですけど、バズリズムのツイートしとこう。え、もう11時半なの？サラダ長かったんだっけ。についていったか、あ、行ってない、まあ、いっか、夜まで、夜ぐらいには行くか。バズリズムのツイッターなのかな。バズリズム、あ、バズリズムさんまだ STU 出ますって。それはまだなのか。 STU 公式を引立したらいいか。マシカありがとう、こちらこそ。帰宅、おかえり。うん、あー、うちの猫マジで可愛いな。とりあえず引率しといて、ちゃんとしたツイートはまた今度すればいいか。来週4月29金放送の日テレバスリズム02に出演させていただきます。花は誰のもの、新曲テレビ初披露です。ぜひご覧ください。顔、何ハッシュタグが、何これ、 STU はバズリズムで見るのも可愛い、何これSTU はバズリズムで見るのも可愛い。あ、私これ見るのの見るさ、メールでさ違う方の見るって書いちゃったかも。
申し訳ないな。前髪かわいい、ありがとう。ハッシュタグ企画が多すぎて覚えらんない。ツイート。よし、まあ、これはしておいて、ハッシュタグが。リンゴ、明日お話し会、みんな絶対褒めてって言ってくる。褒め言葉いっぱい考えとこう。明日はどんな服着ようかな。ちょっと長袖今のうちに着とかないともう着れなくなっちゃうから、長袖着とこうかなね。もうゴールデンウィーク明けたらもう夏になっちゃいますよね。こんばんは。羊ヘアは自分でできないな。髪型どうしよう。みんなネコマニア T シャツ着てくれてめっちゃ嬉しいんだけど、届いた人はぜひ着てください。嬉しい。なんか自分が作った服を人が着てくれてるってめっちゃ嬉しいんだよ。不思議な気持ちになる。でも商品開発とかしてる人もいるよね、多分ファンの人の中で。仕事でとか、なんかいろんなものを作ったりとか、まあ、家とか道とかでもそうだけど、なんか自分が作ったものを人が使ってくれるって面白いよね。なんか不思議って思う。お揃いだし、しかも今の季節にめっちゃちょうどよくない？今ちょうどロンティーとかさ、まあ羽織にできる、ジャケットまではいらないけどパーカーぐらいなら持っとこうかなみたいな。寒いから夜とか腰に巻いとけるしね、パーカーだったら。ね、ちょうどいいよね。そうなんだよ、嬉しい。いい季節に届きました。ぜひグリーンアリーナとかも来てこれそうだったら来てきてください。でしかもさ、なんかあの人猫マニア来てるみたいな、ちょっとよくない？仲間を見つけたみたいな。発電所を作った。すごい嬉しくない？疲れんかん。生地いいよね。そうなんよ、なんか柔らかくて結構良かった。満足じゃ、要は満足じゃ。今もどうやって見せるのがいいか普通に着てたらわかるけど、なんかでも部屋に今日釣ってる人とかいたけどね、壁に。しかもロンティーとパーカーダブルで着てくれてる人とか結構いて、めっちゃテンション上がる。キャーってなります。なんかちょっと自分からみんなが言いたいかなと思って、今日猫マニア来てるんだよみたいな言いたいかなと思って、一回抑えて一回言わないようにしたりとかするんだけど、やっぱ言っちゃうね。猫マニア来てくれてるじゃんって。そうとか、みんな自分から話聞き出したいタイプの人なのか
話考えてきてくれたりする場合、私が先喋ったらさ、みんなが考えてくれてた喋りたいことを喋れなくなっちゃうじゃん。だからその辺の塩梅をちょっと未だに探ってるんだけど、意外と気づいてるから私、みんなが来てくれてるって。よろしく。生誕に来てくれてる人も結構いた、嬉しかった。もうあんな、私はめっちゃ気に入ってるんだけど、やっぱさ、正直まあ着づらいデザインですよ。あの着づらいデザインをさ着てくれてて、マジで感謝、ありがてえ。まあオンラインだからいろいろ着やすいっていうのはあるよね。でもちょっと派手なものとかも嬉しい。優しいって優しいです。着替えやすいよな、オンラインだと。ここまでだ。猫マリアブランド、今回のカードのデザイン結構かっこいいっす。チラ見せ。猫マニアったら猫マニア、猫マニアったら猫マニア。生誕T、もう来年のこと割と考えてるから、生誕T来年は何色にしよっかな。でもな、白をなんで今年白にしたかっていうと、やっぱね3色以上使えないんだよね、白以外高くなっちゃうから。だから白以外を選んだ場合はシンプルデザインにしなきゃいけないんだよ。だからね、今からも迷ってるでもちょっと2年連続白にしたから、次は違う色にしたいなと思ってて、ちょっとシンプルデザインで福田っぽくかつなんかいい感じのオリジナリティあるやつを考えなきゃなって感じです。ね、だから来年の誕生日も一緒にいてね、よろしくね。今日亀のサイン書くのめっちゃ上手だわ。だいたい何枚かはミスるんだけど、で髪無駄にしちゃうんだけど、今日一回も見せたな、今日集中力がある。もちろん信じよう、信じよう。じゃあセーターティーのデザイン考えとかなきゃ。そんな1年前から考えてる人いないから。
いや、しかし今日のツイッターのこの差すごくね。頑張ってこの赤い背景探したんだけど、これが良かったね。このギャップ、このギャップおもろいよね。いいツイートしたわ。このザ20代前半女子みたいな清楚な感じと、このなんかもう地雷みたいな、ちゃんとこの暗くなるまで待ったから私。すごいいい感じ。同じ人とは思えないね、我ながら。そして前髪もいい感じに伸びてきたし、良いのではなかろうか。マジで楽しいな、いろんな格好できて。もうなかなかこの2枚目の子には会えないですね。1枚目の子にはまあ会えると思いますけど、その1枚目の子の感じを目指してるんで私は最近。2枚目の子はレアです。半年に1回ぐらいしか登場しないですね。明日も前後半違う感じ。そうだね。でもさ、前後半でね3時間ずつ着替えたいんだけど、なんか2時間4時間にしちゃうの。なんでかっていうと、私のスケジュールが大体っていうか、もう全日程もそうなんだけど、2時間やって1時間休憩して4時間なのよ。だからそのなんだろう、2時間やってこの休憩の間にいろいろ衣装チェンジとか髪型変えたりとかメイク変えたりとか写真撮ったりとかしてるから、2と4になっちゃうのね。だからそこがアンバランスで申し訳ないんだけど、だからまあ前半後半とか5つ2時間と4時間ですね。だから2時間しか着ない服もったいねえなとか思うんだけど、まあまたいつか着るという感じで。そう、前半が割と貴重です。ちょっと余裕が今日人少ないな、なんか時間と時間の間若干時間空きそうだなと思ったら3時間頑張って引っ張るけど、どうだろう感じ。でもこういうこの書き物とかで時間がなかったら、もうその着替えすらできない可能性はあるから難しい。着替えてない日でもある。あとあまりにもお気に入りの服すぎたら着替えなかったりもするかも。あとコスプレの日は多分着替えないかな、一日見てもらいたいから、せっかくなんでって感じ。まああんまりってルール決めてない。あんまルール決めるとさ、それから外れた時にさ、ああこうだと思って剣取ったのにって思われたら嫌だから、なんかね、がっかりする必要ないところでがっかりさせたくないから、まあその辺は割と自由にやってます。縦ロールかわいいっしょ。そう、イエイ。あ、でも正直前半と後半だったら前半の方が今日はファンの人受けは良かったかもしれない。やっぱ暗い服ってあんま好きじゃないのかな、みんな。わかんないけど、まあいろいろな格好を見せていきますね。フォローしました、ありがとうございます。でも好きな人は本当にこういうの好きだよねみたいな。あ、人にやるんだよ、どんでも。ひけちゃんめっちゃ可愛い、ありがとう。
くれよ。中身が好き、え、嬉しい。そうだね、人間の中身って大事だよね。へそ出しはいつですか？へそは出ないな。でも今日ここが空いてるの、なんかそのみっちゅがさ、なんか流行ってるらしい、ここがこう空いてるの。でもここが空いてたとこで別に見えなくない？何もちょっと謎です。これは何のためにここは空いてるんだろう。風通し？寒いよね。でも普通に多分冬だったらなんで空いてるのかわからない。見せるため。でもさ、なかなかこうやって見て飽きだよってやんないよね。あ、チラ見せのためか。あー、なるほど、チラリズムね。熱を測りやすい。さっき見えた、嘘。分離はできない。うん、分離できない、くっついてる。ビキニの可能性ないな。毛細血管がいっぱい詰まってる。毛細血管がいっぱい詰まってるってこう、なんだっけ、ワッキーみたいなやつ。ワクチン用じゃない。やばい、絶対このメッセージカード明日忘れていく。しょうがないね。明日何時に起きますか？10時前ぐらいかな。玄関置いとかなきゃ。得意料理は何ですか？冷凍うどん。カップラーメンって言おうとしたけど、ちょっとうどんって言おうと思って冷凍うどんにした。今日の謎かけメールの写真良くない？めっちゃいい。今日の一日こう一日一日一日今度もいいな。ゴロミちゃんが珍しくちょっとニャンスケに振られてる感じが可愛い。ちょっと今日は一緒に寝てくれないの？ニャンスケさん、今日はもう疲れてんだよ。なんで？いつも一緒に寝てくれるじゃん。手作りしてよ。もう今日は疲れてんの。俺は毎日毎日働いてるんだよ。この福田あかりちゃんのために可愛いブリブリアイドルポーズを撮ったりして疲れてんだよってニャンスケさんが多分言ってる。ニコノミちゃんが、そんなのあなた、あんたする必要ないでしょ、別に構ってくれたっていいのに、もう知らないポンって言って、倦怠期可愛いニャンスケさん。
婚3年目かい。あ、でもリアルに3年目ぐらいなのかな。どうなんだ。かわいい猫。猫ってなんかかわいい。かわいいのさ、言葉って猫のためにあるよね、多分。天才だわ。良すぎる猫。なんであの形なんやろ猫。ずるいな。死んだのか。あ、これの動画撮ろうと思ったんだった。みんな明日の帰りに食、あのこれから帰りに CD 屋とか本屋とか入れるときは帰りに寄って初回版ないか見といて。ほんまに怖い選挙は見といてほしい。怖いよ。どれぐらいみんなが隠し玉を持ってるのか、他の子のファンが怖い。あっ、一緒に頑張りましょう。私もこの後日曜日になったらペイペイモール行ってくるから。あ、明日初めて話し会、イエーイ。事情版もねあるけどね、心配心配。一人応援する人がいるかいないかの違いだから大事だ。あと10日だ。いろいろあるけど頑張ろう。ファイトファイト。ん、フラワースタンドありがとう。カンズフラワースタンドありがとう。フサフラっていうのかフラスタっていうのかいつも迷う。どっちがどっちが一般的なんだ。ありがとう漢字。どっちどっちで言ってるみんないつも。フラスタ、スタフラ、ありがとう。ふわふわ夢は汗の中に。スタンドフラワーか。
がとう。ダブルタワーありがとうございます。この長方形の中にいい感じに、そんなに時間めっちゃかけるわけでもなく、こうイラストをいっぱい描くっていう技術がどんどん上がっている気がする。楽しい、このタワーのお礼の紙描くの楽しい。ありがとう。じゃあランキング読ま、楽しみです。いい感じでした。福岡でライブしてほしい。 PR に入ったら多分できるんじゃないかな。入っててね、福岡いい感じの立ち位置。近いし、ありがとう。監督、前巻の方が好きだ。黒い方も好き。あかりちゃん可愛い。前半好き。あ、前半好きなんだ。分かった。どっちも可愛いって言おうとしたけど、やっぱ前半が好きだったんだ。山猫ポンズ、ありがとう。ブーちゃん、ありがとう。ヤシガキ、お話会ありがとう。どっちもめっちゃ可愛かったよ。アドバイス参考にします。また明日。また明日、また喋って。お、入れ替わったな。TJ、いつも可愛いけど、今日は特に可愛かったです。なんでそんなに可愛いの？まあ、推しメンだからかな。押されパワーで、あなたに押されてるパワーで可愛くなってる、どんどん。お金持ち先生、あかりん今日も可愛いな。ひょ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 、取り乱しました、もうしません。あ、毎日抑えてんだ。あおりよし、お話会ありがとう。前半行くべきでした、後悔。また真面目な話もしましょう。ではしましょう。ありがとうございます。たか、今日はありがとう、楽しかったです。すもよろしく。褒めてもらうために初回版買ってこなくては。あ、もうベタ褒めです。ハイパー、話しかありがとう。2時間目専門なのでワンパターンしか見たことありません。この後新日程の分投票するね。ありがとう。そう、午前中ね、逆にでやってありますから。みけちゃん、ありがとう。特連パサラン、ありがとう。チロ、明日はいろんな子に挨拶行く、褒めてなんて言ってみたい。土下座、あ、もう土下座です、それは土下座ですよ。いや、気持ち。1位は漢字、ありがとう。というわけで、私が福田はって言ったらストーチって言ってください。鬼はストーン、福田はストーチ。3度の召し上がりで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。今日も一日ありがとうございました。お疲れ、かしみずみです。楽しかったです。頑張るぞ、毎日大変だけど一緒に。明日もお話し会よろしくお願いします。おしましの件も頑張ってください。ありがとうございます。疲れんか、おやすみみずみ。